これってドニアザードだよな。どういうことだ。まさかドニアザードが2人いるのか。もうあなたも気づいているのでしょう。家臣探索に参加するのはこれが初めてではないということ。これあなたも使えるわよね。缶詰知識？どっから持ってきたんだ。あなたも一緒にね、タイモン。おい、お前オイラを知ってるのか。おお、ちょっと不安だけど、それでもなんかこうするのが正しい気がする。これってオイラたちにとって今日はもう20回目？いや、30、それとも 40？ もう数えきれないほど過信短日を経験してるってことか。オイラたち同じ日に閉じ込められてたのか。お前の助けがなかったら気づきもしなかったぞ。で、この缶詰知識には一体何が入ってるんだ。まだ少し記憶が混乱しているのね。よく思い出してみて。私たちは何も初めて接触したわけじゃないでしょ。あ、確かこの缶詰知識は一種の表現方法に過ぎないんだったな。じゃあ他の奴らはどうなったんだ。あなたたちの騎士官は元から他の人よりも強かったでしょ。あえて説明するなら、あなたたちは草元素力の祝福を得ている上に、あなたたちの意識とあれら記憶との間にはもともと薄い紙があるようなものなの。おなじみの質問ね。あなたがそれを私に聞いたのはこれで7回目だったかしら。見ての通り彼女は弱っている。あなたたちも感じたと思うけれど、最近あなたたちと一緒にいたドニアザードは最初の彼女とは違う。そして今その最初の彼女があなたたちの目の前にいるの。でも時間はもうあまり残っていないわ。どうやらそろそろ頭の中で整理ができたようね。そうだ、私のことはナヒーダと呼んでちょうだい。いいわ、合格よ。一体何が起こってるんだ。オイラたちの記憶を呼び覚ますことができるし、この世の万物は繰り返し循環する、いわゆる輪廻というものよ。そして真実はあなたたちにしか探し出せない。もし自ら真実に気づけず他の者に告げられたなら、だから私は知識面に関する手助けとさりげない暗示だけを与えるの。残った時間はすべて彼女の身を蝕むマリン病の悪化を遅らせることに注力するわ。ドニアザードの容態かなり悪いみたいだな。もしもこの過信短日の輪廻から脱出できれば。だけど今の状況では彼女は羽を完全にもがれてもなお空を飛び続けている小鳥。私にできるのは荒れ狂う旋風を起こして彼女の落下を遅らせることだけよ。ナヒーだっていつもそういう妙な比喩が好きだよな。比喩とは基地の知識を使って未知の知識を理解する素晴らしい技法でしょ。さて聞きたいのだけど、現時点においてあなたたちの真実に対する推論はどんなものかしら。